2010年12月下旬、今日は子供たちが楽しみにしていたクリスマス会。そのわずか3ヶ月後、この場所から人の姿が消えました。真新しさが残る礼拝堂。ここは爆発事故が起きた福島第一原発からおよそ5キロ離れた福島第一聖書バプテスト教会、原発に一番近いキリスト教の教会でした。あの日以来、祈りを捧げるどころか立ち入ることすらできなくなったのです。福島第一教会牧師佐藤明さん、去年1月下旬、大分市内を訪れました。国内外を回って講演活動を続けています。50代の女性は膝まで津波が来ました。みるみる水かさが増し、バッシャバシャバッシャバシャ一人で泳ぎましたって言うし、即刻逃げなさい、放射能が来るんだって。アメリカ人宣教師フランク・ホレチェク、終戦から2年後の1947年、福島県旧大野村、現在の大熊町に教会を建てました。村の多くの人が洗礼を受け、その教えは日本人牧師へと受け継がれていったのです。30年ほど前に赴任した佐藤牧師は、老朽化が進んでいた教会を2008年に建て替えました。で、70名を止めてくれる場所がありませんでした。ガスは止まってるし、断水してるし、下手すると停電でした。まあ、そこから待ったなしの24時間サバイバルが始まって、一日が長くて明日のことを考える間はなかったんでした。どうやって今日生き延びるか。以前は聖書の教えが主だった佐藤牧師の講演、しかし震災以降はあの日何が起きたのかを伝えるようになりました。大地に向かって割れるな、揺れるなって、お命じくださいませんかって言いたいし、こんなにも疲れ果てて泣き晴らした北の人々に、恐れるな、私が一緒だって語ってほしいんです。佐藤牧師が全国を回るもう一つの理由があります。信徒の無事を確認するためでした。元気でしたか？ここで初めてお会いしましたこの教会でお世話になってるんですね。最初は会った瞬間にみんな泣いてました。で、震災以来誰も準備もなくバラバラになって、あ、生きてたのはあなたって感じですよね。なんでこんなとこに住むようになっちゃったんだろうって、なんで北から南までチリチリになっちゃったんだろうって、やっぱり静かに考えると物悲しくて。信徒の一人、大分県中津市に住む渡辺光春さん、福島県富岡町出身です。あの日は大手企業の製造工場で働いていました。揺れ始めて、なんか今日の長いなって言い始めてたら、いきなりもう大きい揺れが出てきて、だんだん立ってるのも大変になってきたんで、女の人が泣き出すし、もうそこら中から座割れて、もうなんか建物のもうひどいガシャガシャ倒れてるような音がずっと鳴ってたんで、自分らでもなんかもうどうなっちゃうのかなっていうような感じで、もう分かんなかったです。すぐに自宅に戻った渡辺さん、家族全員怪我はなかったものの、
次の日の朝でした。隣 の村に避難してくださいっていう話になって、あのバスとかそういうの用意しますからって、何なんだろうっていう話で、3日とか経ってからそういうのがよっぽどひどかったんだっていうのが分かりましたけど、決勝は全焼の事故がっていうことで。自宅は福島第一原発からおよそ8キロ。渡辺さんは会社の配慮で大分県に転勤となり、家族と離れて一人暮らしを始めました。ここに町に波があった、一軒の家がポンとあるんじゃなくて、何軒も家があったはずなのに、それが分かんないですよね。で、何が起こってるのか見ても分かんないですよね。とにかくはもう本当に家に帰りたい。何にもないところなんですけどね、海があって山があって本当に何にもないところなんですけど、やっぱそういうところでやっぱ普通に暮らしたいですね。本当にあの町が桜が綺麗なところだったんで、まあ本当に桜はみんなで、家族みんなでゆっくりと見に行きたいですね。久しぶりに再会した渡辺さんに佐藤牧師はこう語りかけました。まあ、思わぬことの中でいいことを探して数えながら力にして生きるしかない、ね、信徒たちは会津や米沢の教会関連施設を転々としました。空腹、寒さ、疲労、そして不安、そんな信徒たちを救ったのは一人のドイツ人牧師でした。東京奥多摩町にある奥多摩福音の家、夏には多くの人でにぎわう教会関連のキャンプ場です。信徒のうちおよそ20世帯50人がここにたどり着きました。ドイツ人も好きです。施設の責任者、ドイツ人のオッケルト・トラウゴット牧師。信徒たちが困っていることを知った牧師はキャンプ場の営業をすべて取りやめ、全員を受け入れました。震災から1ヶ月も経っていない3月下旬のことです。もしかして被災者がいて、それでどうしても避難所が必要ならば、私たちもこの施設をそのために開かなくちゃらないなという話し合いをしていたんです。困難の時にも困った時にも神様がいる、助けてくださる。原発の爆発事故が起きてすぐ、母国からは帰るよう指示があり、ほとんどのドイツ人牧師たちが日本を離れていったそうです。一度も帰るということは全く頭に浮かんでこなかったんです。私がここで日本人と一緒に働いて、だから日本人と共に重荷を負うべきだという立場だったんですね。日本人を救ったドイツ人牧師として、ヨーロッパ数カ国のテレビ局が取材に訪れ、それが放送されると多くの義援金も寄せられるようになりました。日本人のために、そして顔も名前も知らない僕たちのために、僕たちをこのまま丸ごと受け入れてくれたっていうことに、本当にあのもう何回お礼言っても、何回恩返しをしようとしても足りないと思います。その愛の大きさに本当に感動ですね。何回泣いたか分かりません。
大分県で単身赴任をしていた渡辺光春さんの家族も奥多摩町のキャンプ場に避難していました。そうですね、まさかこんなに帰れなくなると思わなかったから、お金では買えないものってあるじゃないですか。思い出とか一つ一つとっても帰りたいんですけれど、まさかこんなにね。震災後、教会の関係者はたびたび大熊町の教会を訪れました。お、ダチョウだ、ダチョウだ、ダチョウだ、でかい。ダチョウが教会のすぐ脇にいました。やってきた、やってきた、やってきた。信じられない、人が本当に住んでないなんて不思議でしょうがない。うちに帰ってきました。うちの中です。何も変わってません。地震で動いたままです。冷蔵庫も家の中は 0.47。 この上の部屋です。16ぐらい、高いですか、やっぱり。ここで暮らし出しておよそ1年、福島に戻ることになりました。この日は奥多摩で迎えた最後の日曜日、礼拝の日です。多くの地元の人も駆けつけてくれました。福音の家の皆様、今日駆けつけてくださった私たちと苦しみを分け合いたい、寄り添いたいと思ってくださった方々があって、私たちは今日新たな震災卒業式と旅立ちを迎えることができました。改めましてもう一度1年間皆さん本当にお世話になりました。お祈りいたします。本当に旅人なんですね。もう人生が旅なように、ここも旅の途中なんです。もう本当によくしていただいて、もう奥多摩町でなかったらこれだけのことはやっていただけなかったと思うくらい本当に優しい町でした。私にとっての障害に送る最良の1年でした。本当に感謝なことばかり。本当に目まぐるしく
激動といえば激動の1年でした。寂しさはありますよ、うん、本当に離れがたいです。寂しいです。ねえ。寂しいですね。どうして涙が上がってる。住んでたんだって、まあ、今頃になって、思い知らされたっていうか、考えさせられたっていうか、そういう感じはありますね。だからやっぱり原発については経済性とかいろんなことを差し挟むとわけわかんなくなるので、やっぱり命の安全性とか命の大切さとかの基準だけでこれについては、国も決めて判断していただきたいものだなって福島県の人はきっとみんな思ってると思います。あんまり辛すぎたので。福島県いわき市、元の教会から南におよそ60キロ離れています。みんなで暮らせるアパートを建てました。ここで助け合って生きていこうと決めたのです。すぐ近くには新しい教会の建設も始まりました。佐々木智子さん92歳、大熊町に教会を開いたフランク・ホレチェク宣教師から洗礼を受けた一人です。とてもね、なんていうか親しみやすい優しい人でしたね。本当に優しい人。中学校で家庭科の先生をしていた佐々木さんは大熊町の教会近くに家を建て、母親と長年住んでいました。震災で大きな被害を受け、離れることを決意したそうです。ね、そうですね、うん、戻れるんならそれ戻りたいですけどね、大熊に。でもあそこはもう住めないんだって、こういうふうに考えればね、仕方ないと思って、これも神様が与えてくださったものだと思えばね。いや寂しいですね、本当にね。やっぱり自分で建てた、自分で住んだところですからね、懐かしいところです。でも今こんな立派なところで
住まわせていただいているからもう本当に感謝しています。2月下旬、いわき市での生活ももうすぐ1年です。ついに新しい教会が完成に近づきました。翼の教会。十字架はふるさとの大熊町を向き、そこに向かって飛び立とうという願いを込めて、屋根は翼の形をしています。最初の礼拝を迎えることができました。私たちは経験しました。東日本大震災で明日はないと思ってもありました。だからいつか誰かがうずくまっていたら、私たちもつらかったことがあったけど大丈夫だったって言えるかもしれないんです。私たちの現在の経験は未来の誰かのためです。誰かのために今私たちはこのような経験をしています。大丈夫です。いつ何が起こっても絶対に大丈夫です。お伝えする決意を表明します。2013年私たちはこれからどうなるかまだわからないんですね。自宅に帰れるか帰れないか、悲しくないと言ったら嘘ですが、まあ、しかしそういうことを言っててもしょうがないので、この土地で力を合わせてせっかく命がつながったから生きていこうって、ああやっぱりどこでもいいんじゃないんだって、福島なんだって、やっぱ明日を信じようって、あの希望がいつまでもないなんて信じちゃいけないって、一巻の終わりだなんて言わないようにしようって、もう少し諦めないで時を待って辛抱して、そして時が来たら前進しようって。あの震災から2年、辛い2年でした。本当のふるさとに戻りたい、復興を願いながら祈りを捧げ続けます。